初代、立花の窓化は、落語家。本名、五十嵐銀次郎。兄は二代目、三遊亭窓化は十一歳の時、初代、三遊亭窓化長門家となり、朝時を経て、二代目立花屋縁三郎となる。1891年、支援朝の予選委員会に同調した兄縁場の、情報巡業に同行し、そのまま、兄弟ともに、大阪に定住。 死の年期の他は、江戸に戻ることはなかった。1906年、支援朝の七回帰の時に、延長派を結成し、立花の窓かを名乗る。一門はすべて坊主頭といったいで立ちで、主に神戸を中心に講座に上がり、巡業にもよく出た。1910年に帰郷し、三代目、柳屋古参門家となり柳屋窓かを名乗るが、間もなく大阪へ戻り、 立花の窓かに服す。大阪では三遊派に属していたが、後に五代目、立花やエンタローラと共に、何は落語反対派に移る。怖かすがい、三味線栗毛などがお箱であった。また踊りもよくし、五十歳を越して、縁朝一門で、音玉師の初代、立花かきつのすけと結婚。兄に似て、人格者で、いつも身じまい正しく、とばくと、 酒は一切足しなまなかったという。晩年は名古屋市中区を経て、1935年6月10日、京都市上京区に住まいを移すが、そのわずか19日後、北の天満宮そばの上屋川の氾濫で自宅が流され、妻と共に水死。去年66、墓所は神楽坂の清高寺、法名、清浄院立花園美光校寺。ありがとうございます。